近頃ウエンティという吟遊詩人が自由と牧歌の城のため歌を歌っている。城の名はモンド、北の名官と称される地、王なき自由の国。極寒であったテイワット北部が恵みに満ちたのは風神の祝福のおかげだ。今や風神も姿を消し、千年の時が過ぎたが、行動するんだ旅人よ。失われた詩編が僕たちを待っている。ウエンティは風元素の弓使いであり、いかなる環境にも適応する。素早い攻撃と敵を打ち上げる元素スキルは高い機動力をもたらす。元素爆発では敵を集めることができる。彼は攻撃と場のコントロールを兼ね備えた戦略的なキャラ。加えて彼がいれば合唱時の消費スタミナが減る。間違いなく旅に大きな貢献をもたらすだろう。ウエンティと共に心ゆくまで絶景を堪能するといい。通常攻撃は最大6段の射撃だ。1段目と4段目では矢を1本多く放ち、6段目で敵に大ダメージを与える。攻撃ボタンを長押しすると高威力の狙い撃ちができる。フルチャージすれば風元素が宿り、よりダメージを与えることが可能だ。歌を奏でる風を呼び、散り肘の中を歩く者を天空へと打ち上げる。元素スキル後天の歌を発動すると、敵の足元に風域が発生し、風元素の範囲ダメージを与える。敵はゆっくりと降下する。後天の歌を長押しすると自身の周りに大きな風域が発生し、より高い風範囲ダメージを与えて敵を打ち上げる。それと同時に彼自身も風の力を借り空へ飛ぶ。この特性を生かせば敵に大ダメージを与えつつ攻撃を回避できる。機を見計らえば落下攻撃を見舞うことも可能だ。冒険中もこの風域の力を借りることで探索がよりはかどるだろう。また天風夜風の法要を解放すれば、後天の歌の長押しで上昇気流が発生するようになる。ウエンティが風の力を矢に込め暴風を引き起こす。暴風は持続的に周囲の敵を巻き込み風ダメージを与える。暴風が水、炎、氷、雷元素と接触すれば、その属性の負荷ダメージを与える。元素変化が発動するのはスキル中に一度のみだ。天風、暴風の目を解放するとウエンティの元素エネルギーが回復するようになる。また元素変化があれば同元素キャラの元素エネルギーが回復する。彼の力をもってすればたとえ一人でも活躍できる。だが連携を取ることでその力はより増すだろう。まずは遠距離から攻撃をし、敵の HP を着実に減らす。近づく敵は後天の歌で打ち上げ、元素エネルギーを集めながら元素爆発の機を伺え。エネルギーが満ちれば決着の時だ。風神の歌で敵を集め風ダメージを与えた後、キャラを切り替え元素スキルを放つことで拡散を起こす。その後適した元素キャラに切り替えスキルを放てば、再び元素反応により幕引きとなる。言葉は歌となり風と共に流れるものだ。ウエンティが聖なる風を歌に織り込むことで、そこに万物の魂が寄り添う。太陽と月、そして星々が手に届きそうなほど輝くのだ。
この自称世界一の吟遊詩人にとって風とは枯れぬ思想の泉であり力の源されど、歴史に名を残そうなど彼は微塵も考えていない。ただ手の中の杯に美酒があり、琴を奏でることができたのなら吟遊詩人のウェンティは満足なのだ。